きい国はそんだけの備えをしています。それながら日本はやろうと思えば戦争はもうやっても今の若い者が戦争に使えるような人間はないんです。教育はできていません。昔の日本では戦争に若い時に行かなければいかないという一つの義務を皆持たされておったんです。年がいけば一万になる前には戦争に2年間皆教育を受けていつも戦争に耐えられるような準備を皆されておったのが日本の国民でございます。今の若い者にそういうことをされておる人は一人もいません。自衛隊というだってあれは職業、自分の働くところの職業ですよ。なかなか国のために戦うというような人間は一人もないですよ。そういうものに武器を持たせて戦わさせてやって、どうして弱いこの女や親や子供を助けられるんですか。皆さん一遍よく考えてください。これからの日本は日本国を作り変えるんであれば教育から変えないといけません。やっぱし教育によって人間は作られる、教育によって動ける人間、これを作らなくては当然日本は立ち行くことができません。若い者は皆家族のために、若い者が死ななくては家族は守れないと、お父さんお母さん、これを守るためには自分らが犠牲になって死にに行くという一つの教育を日本ではされておったんです。今そういう社会でありますか。皆さんよく考えてください。今の日本は自己主義、自分だけ良かったらええと口でうまく人を丸めて、自分がうまく贅沢して生きていけたらええというような社会ではございませんか。そういうことを考えるにつけて、やはり一番遅れとるのは教育です。日本はこの教育によってアメリカによって潰されてしまったんです。沖縄なんか絶対返すことはできません。金をよけアメリカから借りて、借金大国の日本がなぜ沖縄を返してもらえるんですか。沖縄よ、場所は置いておかれた中国の抑え、これは肝心にアメリカは考えているんです。それに金もなし、物の借金だらけの国がアメリカに沖縄を返せという大それたそんな大ボラ吹いたも当然無理でございます。これをやはりしてきたのが政治家と官僚であるのでないでしょうか。今の自民党にもっとしっかりした国を守る日本人をやはりまともに生きていけるような人間に作り上げるような人がおれば、もっと早く沖縄の返還はなっておると思います。今まで60年も70年も放っておって今さら返してくれという方は無理と違いますか。アホがよくおって、アホの大議士、アホの政治家が神戸空港へ今度アメリカの沖縄基地を持ってくるというような話もできてます。そういうものを持ってきて何をするんですか。そんなに役に立たん、いらんものを持ってきてまたこれ市民に迷惑かけると違いますか。そういうことを繰り返しておるのが今の日本国でございます。皆さんもいろいろなことを考えると思いますが、やはりもう戦争人殺し、これはいらないのです。島国で親子揃い安泰にその日その日を食べて生きていけてたらええのに違いますか。戦争して人を殺し、殺すことによって家を破壊し、破壊することによってまたその材料を外国から輸入し、
それに苦しんでいく国を作ってどうなりますか。今日本は戦争をいらないということになれば、日本国の日本の旗はもういりません。白旗に変えたらよろしい。白旗を持って、うちは戦争はいらん、もう最初から降参しとくからうちは攻めてくれなということによって、安定した安全な日本を作ることが先と私は考えます。今日本で何ぼ力んでみても、昔の日本国のようなしっかりした一つの基本を持ち、精神を持った人間はそれもおりません。皆太平に皆憧れて、飲めや食えや歌えや博打を広め、その博打の寺によって日本の運営をしていくような国に何ができるんですか。皆さんよろしく一遍よく考えてみてほしいと思います。私は今日まで生かしていただきまして、親のありがたい恩、また社会からのありがたい皆さんの近隣の人の心持ち、そういうものはしみじみ今もって反省させられます。皆喧嘩したら、いろんな喧嘩するなよと、みんな仲良くないかんという近所の人にも教えられ、親にも教えられてきました。その結果、そういうことを聞かずして自分の自己中心主義に走った、その結果は刑務所行きになり、自分の苦しみを自分で作ってきた私です。だが、いろいろなことを考えてみれば、やっぱし自分よもがしっかりし、親の言うことさえ聞いておれば、こんな苦しみも自分は会うことはないということを刑務所でよく悟りました。その自分を悟りにより、真面目に刑務所を務め終えました。そのために1年8ヶ月という仮釈放をもらいました。その出る時には厳しい一つの契約、人間契約です。これに結ばれて、仮釈中は罰金刑以上の刑期をすれば、また刑務所へ直に帰らないかねというきつい一つの制約で出されました。罰金刑といえば、違反をして交通違反をしても罰金です。それを罰金刑になれば刑務所へ帰らないかねです。そのことを考えて出てきたら、うちの親に、お母さん、こんなもんやるのやこうたらあかんねえと、俺それ食ったらまたこれ食感を歪んで刑務所へ帰らないねえと言うたら、うちの親が、次郎さん、そんなもん今お前外米入って、配給米なんか外米が入っとるかいと、そんなもん食べられるかいなと言うて、隣の米屋からずっとヤミ米を買うて食べておりました。それは私が出て考えましたら、これが国がこういうことを国民に押し付けとるやないかいと、こんなことしてまともな国かいと、そういうことを私は考えまして、全国を回り、兵庫県で100件、大阪で100件、京都で50件、名古屋で50件、横浜、東京、皆回って、全部で500件の米を一升ずつ買い集めまして、これを関東管区警察局へ持って行きました。俺は仮釈中やから、これを処分せえと、まだ1年8ヶ月帰るから、俺を言えと言うて、東京の関東管区警察局に持ち込みましたが、警察では、それはうちは米は関係ないと、米は関係なかったもん、犯罪は関係あるんや、
犯罪をしてきたんやから犯罪は処分するのはお前らの仕事やないかいと言うたら、どないの金してくれと、これはうちは関係ないと、乗り印象に持っていてくれと、それを2時間ほど言い合いしまして、その結果どないも受け取らんので、それやったら関東管区警察とかは乗り印象に持っていけ言うから持ってきたぞということを、俺が向こう行くから電話かけてちゃんと言うとけと言うて、それを農林省に持ち込みました。そうすると農林省は警察から連絡があったのか思いますが、それを1階から2階の農林省の大きな事務所へ、これを運び上げるのに一人では行きません。それを運送へ若い人を運転させて連れて行ったけど、その運転手にお前隠れとけと、また詰まられるから言うて、運転手をよそへ行かしといて、それを農林省の2階へ上がるとこへ積み上げて、それで上へ上がって茶坊主3人をそれを連れて行って、お前らこれエレベーターで上へ持って上がれと、事務所へ上げと言うたら、二人、農林省の役人の農林部長が、その米はありがたいかん、言うてその茶坊主に言ったから、お前なら言うかしとんねんと、これはお前警察から持っていけ言うたんやから持ってきてね、お前ら受け取れと、お前は一緒に運べえて、全部それを下ろして農林省の2階へ積み上げました。そうすると、どないのこれはあんたの買うたものやから持って帰ってくれと、これはお前持って帰ってくれて、これお前もう運送屋の車いんでもたんやんか、おれへんがいと、どないでこれ持っているんやと言うたら、うちの農林省の車で運ぶと、家まで運ぶ言うから、よしほな運んでくれと、あのその代わり運んだ人も一緒にな、俺と一緒に入ってもらうでと、闇前と落ちて分かっとって運んだものも同罪であれ、やはりそれ売ったものも買うたものも皆刑に服されるような法律があるんやでと、お前これ一緒にお前うちに持ってくるのは罪と、その代わり啓発に行こうと、運んだものも罪になるんやから、それで今度も逃げました、農林省は。何でも言わんと。お前それ預かっとくけど、預かってこの処分をちゃんとせえと言うて、それで帰ってきました。そしたらその預けた課長が、その明けの日に、時期に電話かかってきて、私、今、新潟県の農林省に変わったから、あとはよろしく頼みますと言うて、そんな電話ですが、だから官というとこはそれを責任持って受け取ったものを皆逃がす組織です、悪いことした人はお前逃げとけと、隠れとけと、どっか行とけというのはこれ官僚のこれ仕事ですわ、そういうふうな国が社会を作ってなぜ国がようなるんですか、農林省よ俺の米は早く処理せえと言うて何遍も受け取ってにいたけど、もうちょっとお待ちくださいお待ちくださいで、今日までこれ引っ張ってこられたのが私のこの食管法の事件でございます。私は何も悪いことをしたことは悪いと言うて、それをやっぱり罪を償うということを申し上げたのに、それをよう受け取らぬのは国がそういうことを